それとな、そのもう一個は、ああ例えば私はこうやって SNS でいっぱいいろんな喧嘩好きで喧嘩上手やなって喧嘩ばっかりやったんだ、口喧嘩ばっかりやな SNS ではな。だけど実際こいつ守ってくれんのか、うん、そうやね、それがなみんなの課題やな。 SNS でどんだけ武勇を示しても現実界で誰も守れないやつ、これがかん、ね、うちの本来の本願というか本来の姿、本番というのは常に地域やし、実際に人を守ってきたし、体も張ってきたな。そっちがうちの本番やってな。ところが SNS も配慮さなあかんになっただけ、うちの人生の SNS 版やってん、所詮な。みんなが見てたのは SNS で見てたのは、ほんまは地域とか、まあ自分が愛するものを守るために戦いの連続の人生やって。でそのダイジェストじゃない、そのエッセンスをちょっと SNS で見せただけやんか。実際に SNS の SNS での武勇、 SNS 武勇通りの人物であるかどうか、これがあなた方にとって、あなた方全てにとって課題なんちゃう、課題となるんちゃう。ほんまにおつじ守ってくれんのかなと。守ってるやんそんな地域が知ってるやん、まあ、うちの大事な人たちが知ってるやん。そっちの方が全て、 SNS はその宣伝っていうか広告に過ぎひんよ。それやったらな、そういう位置づけにしか過ぎないって分かっちゃうやろ、分かっちゃったやろ、分かってしまったやろ、分かってしまうやろな、分かっちゃうやろ